本家本元日本史一問一答聞き流し動画、受験生が間違えやすい差のつく歴史用語。98、明治時代の文化1、思想。福沢諭吉が2度の海外渡航の経験をもとに表した西洋文明を紹介する書物は何か。西洋気分、西洋事情、西洋事情。西洋気分は江戸時代、新井白石がイタリア人宣教師を尋問して表した書物です。スマイルズの自助論を中村正直が翻訳した書物のタイトルは何か。自由の断り、西国立志編、西国立志編。自助論は今でも成功哲学のパイオニアとして広く読まれています。ルソーの社会契約論を翻訳して東洋のルソーと呼ばれた人物は誰か。植木絵森、中江町民、中江町民。植木絵森の著書はどれか。天賦人権弁、天賦人権論、天賦人権弁。天賦人権論は馬場達威の著書です。平民的桜花主義を唱えた人物は誰か。徳富蘇峰、三宅節令。徳富蘇峰、三宅節令は国粋保存主義を唱えました。三宅節令が国粋保存主義を主張するため創刊した雑誌は何か。日本、日本人、日本人。日本は久我勝男が発刊した新聞です。三宅節令らが結成した国粋保存主義団体は何か。政教者、民有者。政教者、民有者は徳富蘇峰が結成した団体です。徳富蘇峰が1890年に発刊した新聞を何というか。国民新聞、平民新聞、国民新聞。平民新聞は酒井俊彦、高徳秋水らが発刊した新聞です。日清戦争を機に日本膨張論を唱えた人物は誰か。徳富蘇峰、三宅節令。徳富蘇峰、徳富蘇峰は平民的桜花主義から日本膨張論に転換しました。99、明治時代の文化2、宗教。1869年設置された祭祀を司る機関は何か。神技官、神技省。神技官、神技官は後に神技省と改められました。神武天皇即位の日のことを何というか。天朝節、紀元節。紀元節、天朝節は明治天皇の誕生日を祝う祝日です。天朝節は何月何日か。5月3日、11月3日。11月3日、5月3日は憲法記念日です。天朝節は現在では文化の日となっています。紀元節は何月何日か。2月11日、11月3日。2月11日、神武天皇即位の日は現在は建国記念日となっています。教派神道でない宗教はどれか。天理教、大本教。
大本教。札幌農学校の設立を指導した外国人は誰か。ケプロン、クラーク。ケプロン。クラークは札幌農学校の初代教頭となった人物です。100、明治時代の文化。3、教育。初代文部教に就任した人物は誰か。大北加藤、森有則。大北加藤、森有則は最初の内閣の文部大臣です。1872年に定められた学制はどこの国の制度を模範としたものか。アメリカ、フランス。フランス。1879年に定められた教育令はどこの国の制度を模範としたものか。アメリカ、ドイツ。アメリカ。女子師範学校はいつ作られたか。1870年代、1880年代。1870年代。明治政府は国民改革を唱えていたので早い段階から作られました。教育直後の起草を行った人物は誰か。井上馨、井上小橋。井上小橋。元田長真とともに教育直後を起草しました。教育直後の拝礼を拒否し教職を追われた人物は誰か。内村鑑三、高徳秋水。内村鑑三。日本女子大学校の創設者は誰か。津田梅子、成瀬仁蔵。成瀬仁蔵。津田梅子は女子英学塾の創設者です。101、明治時代の文化。4、学問。大森貝塚を発見したモースの肩書きは何か。地質学者、動物学者。動物学者。地質学者はナウマンゾーンを発見したナウマンの肩書きです。北里柴三郎の発見した細菌は何か。赤痢菌、破傷風菌。破傷風菌。赤痢菌を発見したのは志賀清です。サルバル酸を発見したのは誰か。高峰常吉。畑佐八郎。畑佐八郎。高峰常吉は高ジアスターゼを創生した人物です。 Z 光を発見した地球物理学者は誰か。木村久志。本田光太郎。木村久志。本田光太郎は大正時代に KS 磁石光を発明しました。神道は祭典の古俗を発表して教職を追われた人物は誰か。久米邦武。津田宗吉。久米邦武。津田宗吉は古事記の科学的研究で教職を追われた人物です。102、明治時代の文化。5、新聞、雑誌。日本最初の日刊新聞は何か。
横浜毎日新聞、郵便放置新聞。横浜毎日新聞。立憲改進党の機関紙でもある郵便放置新聞の創刊者は誰か。大隈重信、前島密か。前島密か。前島密かは郵便の創始者なので、そこから連想してください。読売新聞の新聞ジャンルはどちらか。大新聞、古新聞。古新聞。読売新聞は古新聞の元祖です。明治時代に創刊された総合雑誌はどれか。中央公論、文藝春秋。中央公論、文藝春秋は大正時代に創刊されました。103、明治時代の文化。6、文学。下作文学を代表する小説家は誰か。尾崎紅葉、金垣露文。金垣露文。尾崎紅葉は権勇者を代表する小説家です。政治小説を代表する小説家は誰か。郷田露伴、矢野流刑。矢野流刑。郷田露伴は理想主義的な作品を残した小説家です。坪内逍遥の代表的な小説は何か。小説神髄、当世書生かたぎ。当世書生かたぎ。小説神髄は小説ではなく評論です。双葉亭四名の代表的な小説は何か。合い引き、浮雲。浮雲。合い引きは双葉亭四名の翻訳作品です。尾崎紅葉、山田美妙らを中心に結成された文学団体を何というか。権有者、文学会。権有者。文学会は北村東国が創刊したロマン主義文学の舞台となった雑誌です。ロマン主義文学を代表する小説家は誰か。泉鏡花、島崎藤村。泉鏡花。島崎藤村はロマン主義的な詩歌を書きますが、小説では自然主義のジャンルに属します。自然主義文学を代表する小説家は誰か。田山花袋、志賀直哉。田山花袋。志賀直哉は大正時代の白樺派を代表する小説家です。与謝野晶子の最初の歌集を何というか。乱れ髪、明星。乱れ髪。明星は与謝野晶子の歌を多く掲載した雑誌のことです。正岡子規の創刊した俳句雑誌を何というか。あららぎ、ホトトギス。ホトトギス。あららぎは正岡子規の影響を受けた伊藤幸男が創刊した短歌雑誌です。時代閉塞の現状で自然主義文学と社会主義の弾圧を批判した人物は誰か。石川啄木、島崎藤村。石川啄木。104、明治時代の文化、芸術。7、その他。創始芝居を始めた川上音次郎は何の創始者となったか。新劇、新派劇。
新波劇。坪内逍遥、島村芳月によって組織された演劇団体は何か。自由劇場、文芸協会。文芸協会、自由劇場は幼い薫が中心となって結成した演劇団体です。神戸美術学校で油絵を教えたイタリア人は誰か。フォンタネージ、ラグーザ。フォンタネージ、ラグーザは彫刻を教えたイタリア人です。最初の日本銀行券の肖像画の原画を作成したイタリア人銅版画家は誰か。キヨソネ、フェノロサ。キヨソネ、フェノロサは東京美術学校の設立に尽力した人物です。東京美術学校設立当時になかった学科はどれか。日本画学科、西洋画学科。西洋画学科、神戸美術学校出身の画家たちが中心になって作った日本最初の洋画団体は何か。日本美術院、明治美術会。明治美術会、明治時代の彫刻家で老猿の作者は誰か。高村光雲、高村光太郎。高村光雲、高村光太郎は高村光雲の子で大正時代に活躍しました。日本銀行本店を設計した人物は誰か。片山東熊、辰野金吾。辰野金吾、片山東熊は赤坂離宮などの設計を行いました。 YouTube 金谷放送、そして朗読娘で公開中の本家本元日本史一問一答聞き流し動画に新作が出ました。その名も得点差のつく問題編。県庁寺線と天龍寺線、経済録と経済要録、堀田正俊と堀田正義、あれこれどっちだったかなというものを厳選。ややこしい問題はよく出ます。ややこしい問題は得点差がつきます。つまりよく出るもので得点差をつけていく日本史の最終兵器。問題は受験生なら誰もが持ってる日本史 B 一問一答完全版から厳選。監修は著者の金谷俊一郎先生。さらにワンポイントアドバイスもついていて頭にしっかり刻み込めます。最初は等倍で選択肢を見て答える。だんだんスピードを上げて最後は2倍速で、次に今度は選択肢を見ないで答えを出す。これもだんだんスピードを上げて最後は2倍速で答えられればもう完璧。本家本元日本史一問一答聞き流し動画、得点差のつく問題編、近現代編開国よりすべて無料で続々公開。金谷放送、そして朗読娘。